チャパキディック事件、チャパキディック事件、チャパキディック事件、英語、チャップクイディックインシデントとは、1969年7月にアメリカ合衆国のマサチューセッツ州で発生した飲酒運転の末に起きた自動車事故と、死体域及び不倫スキャンダル。事故を起こした運転者のエドワード・ケネディ上院議員は、この事件の影響により、大統領への道が閉ざされる結果となり、 2009年8月25日に死去するまで大統領になることはなかった。マフィアと組んだ密造主製造で財を成した大富豪のジョセフ・ P ・ケネディの9人の子供の末っ子であり、元大統領のジョン・ F ・ケネディと元司法長官のロバート・ケネディの弟で、マサチューセッツ州選出の連邦上院議員であるエドワード・ケネディは、同州のナンタケット湾にあるチャバキディック島で、 1969年7月18日の夜から深夜にかけて男女12人が参加して開催されホームパーティーに参加した。パーティーの最中にケネディは前年に暗殺された兄のロバートケネディのかつての大統領選挙スタッフであったマリー・ジョー・コッペクニと共にパーティー会場を抜け出し専用車のオールズモビル88を飲酒運転しコッペクニと共に走り去りその後 自らの別荘のある、富裕層の別荘地としても有名なマーサズビニヤード、島との間にかかる大工橋を渡ろうとしてから、転落した。なお、大工橋はかろうじて自動車が通過できる幅はあった、ものの、緊急時以外は、徒歩での利用に限られていたため、なぜマーサスビニヤード島に別荘がありと痴漢のある、ケネリが大工橋を無理やり渡ろうとしたのか、後に注目された。 車と共に水没しかけたケネディは辛くも脱出して、騎士に泳ぎ着き難を逃れたものの、同乗していたコペクには脱出できないままであった。なおケネディは、事故の発生時刻を、パーティー会場から出たのが午後11時15分で、あったので、そこから大久橋までの所要時間を計算した時刻と、証言している。脱出したケネディは、 事故現場の大工橋から少し離れた場所に住居があったにもかかわらず、なぜか助けを求めなかったばかりか、警察や救急、沿岸警備隊などへの通報も行わず、急遽パーティー会場に走って戻り、他のパーティー参加者と共にコッペクニを捜索した。しかし、水没したオールズモビル88もコッペクニも発見できなかったため、 ケネリとその仲間たちは宿泊していたホテルに戻った。さらに、その後も、ケネリとその仲間たちは警察などへの事故と水没、コペクニの遭難の通報を一切行わないまま放置し続けた。しかし翌朝になり、大工橋近くに水没していたオールズモビル88を発見した地元住人が警察に通報し、 付近の捜索が行われた結果、コペクニの死体が発見された。また、回収されたオールズモビル88のナンバープレートから自動車の持ち主が割り出され、調査の結果、前日の晩にケネリが運転していたことが明らかになった。ケネリは19日の昼前に、ようやく警察に出頭したものの、事故の通報と犠牲者の救助を迅速に行わなかったことを非難された上、 種類が供されたパーティー後の運転における事故であることから飲酒運転とさらに薬物使用の疑惑を持たれることとなった。なおケネディはコペクニをホテルまで送っていくために運転していたと供述したもののパーティーにはケネディの運転手であるジョン・クリミンズも同席していたにもかかわらず飲酒していたケネディ自らが運転してコペクニを送っていった上にコペクニは ケネディと共にパーティーを抜け出したことを他の参加者に伝えなかったばかりか宿泊しているホテルの鍵と財布をパーティー会場に残したままであったことが判明したためケネディのこの発言にも疑惑の目が向けられることとなったまた19日の深夜0時30分から45分の間に地元の警察官のクリストファー・ロークが大工橋の近くで停車している男女二人の乗った黒い 車を発見し近づいたが、そのことに気づいた車は、大工橋方面に走り去った。その時に、ロークが確認した黒い車の車種やナンバーが、ケネリが事故時に運転していたオールズモビル88に合致していたことも判明した子から、ケネリが事故の発生時刻を故意にずらして報告していたのではないかと疑われるようになった。 その後これらのケネディの不可解な行動と発言の理由がマスコミによって取り沙汰されることになったが、その多くはアルコールが検知されなくなる時間まで逃亡することで飲酒運転の事実隠すためと薬物使用の痕跡が消えるまで逃亡することで薬物使用の事実を隠すため、コペクニとの不倫肉体関係、もしくは社内での性行為を隠すための3つであった。なおケネディは 1958年に、ジョーン・ベネットと結婚し、事件の発生時点で3人の子供がいる父親でもあり、またカトリック教徒でもあった。地元の捜査当局による捜査が進められた後、ケネリは飲酒運転と事故時の救助放棄などで起訴された、ものの、時短が進んでいることや、恋による事故ではないこと、精神的ショックを受けたために、現場から離れたとの意思の診断があることを受けて、 執行猶予付きの禁錮2ヶ月の判決を受けただけに終わった。飲酒運転の末に事故を起こし、事故後同乗者を放置して死に至らしめたにもかかわらず、事実上の無罪に等しい判決しか受けなかったことは、その後マスコミから大きな批判を浴びた。さらに二0 1年六月に公開された FBI の資料内で、事件発生当初、ケネディが運転していたことは伏せられていたと、 記載されており、ケネディ家が強い影響力を持つ地元の捜査当局が、ケネディが事件の容疑者であるという事実の隠蔽に加担していたことを裏付けた。その後ケネディは正式に謝罪を行い、遺族に多額の賠償金を払い上院議員の座に留まり続けたが、いずれにしてもこの事件により、兄のジョンやロバートの後を継ぎ、いずれ大統領を目指すと思われていた。 ケネリの政治的生命は大きな打撃を受けることとなった。ケネリは事件以前に出馬することが確実視されていた1972年の大統領選挙とそれに続く1976年の大統領選挙への出馬を諦めるばかりか、出馬した1980年の大統領選挙も当時の現職大統領のジミー・カーターをはじめとする。 民主党内からのケネディの倫理的問題を指摘する多くの反発を受けて予備選にすら勝利することは叶わなかった。なおケネディは事件後もジョーン・ベネット夫人と結婚関係を保ったものの事件から9年後の1978年には別居しその4年後の1982年に正式に離婚することを余儀なくされた。また大統領選への出馬を断念したものの 上院議員として様々な法案の推進を行い、民主党の長老議員として高い評価を得たほか、2008年には大統領候補となったバラク・オバマの大統領選に貢献し、上院厚生教育労働年金委員会の委員長に就任した後の2009年に死去した。なお、兄のジョンやロバートの暗殺については、事件から半世紀以上が経過した今も、 陰謀説がささやかれ続けているものの、この事件は本人や周辺の者も事故に至る経緯を証言、確認しているため、そのような説が取り沙汰されることはなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。